え、臨時講師俺が。そうそう、映画詳しいでしょ、ミノル。詳しいけど、詳しいってだけで教えられないでしょ。教えなくていいのよ、適当に映画の話しといてくれたら。でも一応、専門学校の授業なんでしょ。そうよ、でも俺が教えてんのは映画の歴史とかセオリーだから。ミノルの知識があれば余裕よ。ヌーベルバーグでもアメリカンニューシネマでも何でもいいからさ、適当に1時間話してよ。適当って言ってもさ、映画館盛り上げるチャンスじゃん。ミノル言ってなかった、最近の若者は映画館行かないって。行ったとしても見るのはしょうもないキラキラ王子系とか、福田雄一のノンバクショーコメディとか、中目黒系ニューヤンキー映画とか、雨乞いアニメとか、地方ビジネス成功映画とか。いや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 、俺そこまで言ってないから。うちの生徒超単純だから、ミノルの話次第で半分は週末映画行くと思うよ。マジで？マジで。下手したらミノルの話に感化されて将来ビッグな映画監督とかになって、アカデミー賞のスピーチで僕に映画を教えてくれたミノル先生のおかげですとか言いかねないよ。おい、インアンドアウトのケビン・クラインかよ。映画って何でしょう。娯楽とか芸術とかっていう人がいます。でも僕にとっての映画は大ハードです。キョトンとしてなかった？え、キョトンって何ですか？キョトンって、いい質問だね。今度調べてくよ。あ、みんな見たことないんだと思います、ダイハード。そっか、そういう世代だよね。あ、母が大好きだったんで、私にはツボでした。うん、特に FBI のジョンソン&ジョンソンのところとか、テロリストがチョコバー取るところとか。本当？嬉しいわ。母はダイハード見るたびに、トゥインキーってどんな味なんだろうって言ってましたけど、仲間先生食べたことあるんですよね。いいなぁ。いや、想像したほどうまくはなかったけどね。うん、いいんです、美味しくなくても。実際の味を知ることでまた文化の違いの面白さに気づければ。だって映画ってそういうものですよね。違う文化を覗く窓っていうか。うん、窓、そうかもしれないね。君は頭いい子だね。あ、はい、脚本です、映画の。読んでもらえますか？あ、いいけど、え、仲間先生みたいに映画を熟知してる人にこそ読んでもらいたいんです。オッケー。あ、正直な感想をお願いしますよ、子供騙しの褒め言葉じゃなくて。わかった。ちなみにどんなジャンル？あ、ミックスジャンルです。うーん、あと実際の出来事に基づいてます。ベースドオントゥルーストーリーだ。あー、ベースドオンアクチュアルイベントですね、どっちかというと。あ、じゃあ先生、また来週。
ああ、チリカです。和田チリカ。チリカちゃん、ボンド、ジェームス・ボンドみたいな言い方したね。仲間先生ならそう言ってくれると思ってました。怖えな、若者。へえ、今の高校生こんなの書いてるんだ。らしいのよ。レベル高くない？高いのよ。でもって事実に基づいてるらしいよ。え、じゃあこの子の両親、幼い頃に殺されたってこと？そうなるね。しかもその犯人を突き止めて復讐したお姉さんは刑務所にいるんでしょ？なりますね。そう。うわ、壮絶。壮絶なのよ。しかもめちゃめちゃ映画詳しいのよ、チリカちゃん。モンスターだね。どのモンスター？どの？いや、悪魔の毒毒モンスター系か、ロベルト・ベニーニのミスターモンスター系か、シャーリーズ・セロンのモンスターか、アンハザのシンクロナイズドモンスター。シンクロナイズドあったわ。いや、普通に怪物というか神童的な。エスター系ね。いや、エスターは天才の前にいる。でもさ、この子になんて感想言うつもりなの？すげえな、お前モンスターじゃん。ダメよ、ミノルは先生なんだからちゃんと導いてあげないと。でも俺褒める以外できないからな。先生ならさ、その生徒の次のステップを手助けしてあげるとか。ヒュー・グラントが脚本家で大学で教えることになるやつ、あの方法でいけば。マリサ・トメイが可愛いやつね。その土曜日7時58分、リライリライ。ヒュー・グラントが映画会社のプロデューサーかなんか紹介してたよね。映画業界関係者か。俺そんな人脈ないしな。いるよ、知り合いに。え？ホトが？え？おかしい。え、早くない？遅れたくなかったんで早めに来てアメリカンハッスル見てました。事実に基づいた映画のお手本にしようと思って。相変わらず渋いね、選択が。よく言われます。あの、この前脚本他の人に見せてもいいかって聞いたじゃない。はい、うん、で見せたんだけどすごい気に入ってくれてさ。本当ですか？ぜひ会いたいって言うんだけど呼んでもいいかな？もちろんです。ちょっと待って、よかった。あなたがチリカちゃんね。はい、和田チリカです。森陽子です。ちょっと想像を超えるギャップじゃない、あの脚本と。でもいいわ、マーケティング的にはとてもね。森さんは脚本家が所属する脚本エージェンシーの方で、脚本を売り込むために協力してくれるんだ。へえ、どうぞ。ありがとうございます。え、グリーンライトの方なんですか？知ってるの？もちろんですよ。へえ、すごい。あなたの脚本とってもいいわ。キャラクターも面白いし、きっと力になれると思う。一緒にやりましょう。はい、よろしくお願いします。よかったじゃん。はい、ありがとうございます。よろしくね。はい。ありがとな、森さん紹介してくれて。二人ともめちゃ息投合してたわ。チリカちゃん、ああいう大人に合わせられるからすごいわ。ほんとモンスター。で、何話して。あの、チリカちゃんの脚本なんだけど、お、結構事実に基づいてないっていうか。え、ほとんどフィクションよ、あれは。なんでそんなことわかんだよ。音と二人でちょっと調べてみたの。なんでそんなことしたの。だって両親がサイコキラーに殺された姉妹が
真犯人を見つけ出して復讐するってすごい事件だし、彼女が自分の壮絶な体験を映画化するのって問題ないのかなって思って。違うだろ、お前ら疑ってたんだよ、チリカちゃんに会ったことないから。まあそれもある。ほら、でもこれはアウトだと思う。もしもし。もしもし仲間先生、今ちょうど森さんとの打ち合わせから帰ってきたところなんですけど、彼女子供扱いしてくれないからめっちゃやりやすかったです。あのそのことなんだけど、あの脚本って事実に基づいてるんだよね。はい、実際の出来事に基づいてます。うん、どの部分が。あっちこっちです。チリカちゃんが小さい頃、ご両親がサイコキラーに殺されたんだよね。ああ、そう取られちゃうことが多いんですけど、ちょっと違います。え、じゃあ誰か知り合いの子が事件に巻き込まれたの？知り合いの子ではなくて、私の幼い頃の記憶です。記憶ってことは、思い違いもあるかもしれないってこと？その可能性もありますね。じゃあ実際の出来事に基づいてるっていうのは違うんじゃないかな。そうですか。そうでしょう。じゃあ聞きますけど、仲間先生の言う実際の出来事に基づいた映画って何ですか？それはあの愛トーニャとかコンプライアンスとか、レベナントとか。レベナントの主人公ヒューグラスはクマに襲われてないって知ってました？そうなの？そうです。ちなみにネイティブアメリカンの妻も子供もいた記録はないそうですよ。まあそういう映画もあるかもしれないけど、悪魔の生贄はオープニングに実際の事件に基づいてるって出ますけど、あれは監督のトビー・フーパーが当時のアメリカ政府やメディアに込めた皮肉で、事実とは無関係だそうですね。まあホラーはそういうの多いから。ファーゴはホラーですか？ファーゴのオープニングにはこの映画は事実に基づいてるって出ますけど、全くのフィクションだそうですよ。わかった、チリカちゃんの言いたいことは。でも完全なフィクションをノンフィクションとして売り込むのは良くないと思う。完全なフィクションじゃないですよ、実際の記憶に基づいてますから。じゃあそう書きなよ。書きません。それじゃあ人は見に行きませんから。チリカちゃん、僕は映画が好きだし、ファーゴもレベナントも好きだけど、実際の出来事に基づいてないことを事実として映画化するのには反対だよ。それじゃ映画の価値が崩れちゃう。残念です。では意見の違いってことでまとめましょう。レッツアグリートゥディスアグリーって、それ500日のサマーの名台詞だから。さすが仲間先生。そうじゃなくて、これは映画を作る上で大切な。もしもし、チリカちゃん、もしもし。お、来たか。本当に行くの？はい、今森さんと一緒だと思うからそこに行って全部暴露してくる。先生なのに。先生だからだよ。売れるってだけでフィクションを事実に基づいてるなんて言い始めたら映画がダメになっちゃうって思わない？それはそうだけど、まだ子供だしな。あいつは子供じゃない、モンスターだ。なんか喧嘩してない？ファーゴのオープニングにはこの映画は事実に基づいてるって出ますけど、全くのフィクションだそうですよ。ファーゴが OK だから、あなたが OK というわけじゃないのよ。でもレベナントも他のどんなすごい映画がそうだなんて関係ないの。これは映画制作に携わる者としての常識だし責任なの。でもチリカちゃんは勘違いしてるようだから言っとくけど、映画は裁判じゃないのよ。今までの判例がこうだったから OK ではないの。
クションを事実に基づくものとして映画化することは間違ってる。わかりました。そう、わかってくれる？じゃあフィクションでいいです。悪いけどフィクションとしては弱いわ、この脚本は。でもだってギャップがいいって。それはスリラーっていうジャンルとあなたのキャラクターとのギャップが良かったの。でもそれだけじゃね。また新しいのかけたら連絡ちょうだい。どうでもいいじゃないですか。事実に基づいたかどうかなんて、彼女の才能は間違いないんですから。仲間さん、確かに彼女に才能はあると思うわ。でも今回の脚本は事実というスパイスがあってこそ魅力的だったの。それはあなたが勝手にかけたスパイスでしょ。実際の話って聞く前からすごく面白かったですよ。残念だけど私はそうは思わなかった。じゃあ事実として映画化すればいいじゃないですか。え？チリカちゃんの言う通り、実際の出来事に基づいた映画として。だって彼女にはそういう記憶があるのは事実なんだから。仲間さん、あなた今までたくさん映画見てきたでしょ。それまでそんな映画あった？事実かどうかも裏が取れない誰かの記憶に基づく映画なんて。ありません。ね？でもだからこそありだと思います。今までいないからってこと？でもそれじゃスポンサーは。違います。僕ら古い映画ばっか見てる世代には新しい映画の形って見えてないってことです。でもチリカちゃんには見えてるのかもしれない。それを事実とか事実じゃないとかで僕らの世代が判断していいんですかね。森さんの言う通り、映画は裁判とは違うと思います。過去の判例を探してるのは森さんなんじゃないですか。もう頭固いんだよな、ああいう映画業界人って。いいんです、森さんが言ってることも分かります。それよりありがとうございました。来てくれて、友達まで連れて。いいのよ、あいつら暇だから。それにチリカちゃんのファンだし。また書いたら読んでもらえますか。もちろん。あ、でも無理して見せなくていいよ。俺たちみたいな古い映画ファンはほっといてさ、既存のルールに縛られない新しい映画どんどん作ってよ、みんなで。作ります。じゃあ先生、さよなら。行っちゃったね。ね。最近何見た？ヒューズ。いいね。興味ないよ私。あ、本当に？興味ないんだけど、ちょっとたまたま友達に付き合って。見た？キューブ。見てない。見てないの？見てないの？早く見よう。